新二郎は、日本のプロレスラー。幼少期の大谷にとって、プロレスイコール新日本プロレスであった。新日が、故郷の山口県に来るのは年に2回しかなく、その2回を心待ちにしていた。中学時代か高校時代に、新日の試合で汚い味を飛ばしていた客を外に、連れ出し、プロレスを馬鹿にするなら出て行ってくれ。と怒りをあらわにしたことがある。 それ以来心ないやじを飛ばした客を叱る観客として、新日の営業から認知され、おう、来たな。頼むぞ。と、中村博之に叱り役として期待する声をかけられたこともあった。新日でも好きなレスラーは、木村健吾であった。藤波達治の方が、木村より人気であった中、限定250着ずつの限定販売であった。 藤波と木村の IWGP タグをザ、ダッシュ記念ジャンパーのうち、木村の方を応募し、抽選に当選した。ある時、スーパーの上りを盗んで布を改造して、新日本プロレスを応援する上りに作り変えた。同じく追っかけ時代、ホテルのフロントに侵入して警備員につまみ出されようと、する中、アントニオ猪木に声をかけたら、チョキに微笑み返してもらった。チョキは警備員に、 大谷を解放するように指示し、大谷が持っていた闘魂鉢巻にサインをした。大谷はその時、初期に新日本プロレスに入門することを誓った。山口県大鳥城高等学校時代にレスリングで国体、インターハイともにベスト16の実績を残した。卒業後はアニマル、浜口ジムに入門。1992年2月に新日本プロレスに入門。 両親に猛反対されたため、貯金したお年玉子、6万円を持って、家で同然の形で上京した。母は最後まで、猛反対であったが、父は後に南化して3年だけ仕送りを送ることにした。不動産店が強気であった当時は保証人を立てる、つもりがなかった大谷にとって住居探しも、一苦労であり、1件だけ、家賃2万4千円で4畳半のアパートが、見つかったという。 そのアパートは、共同便所から、大便の放出音が丸ぎ声であり、静かに歩かないと畳が抜けるなど、劣悪そのものの環境であった。布団もないので安い毛布を買い、拾った雑誌に手ぬぐいを巻いて、枕にした。アニマル、浜口ジムに入門しようと思ったのは、当時それしか、プロレス道場を知らなかったためである。 アニマル浜口と面接を行い、途中で何も口を挟んでもらえなくなったので入門の煮込みがなくなったと思い話を切り上げようとしたが、浜口から何時間かかってもいいから話しなさいと言われ、最後は寒類しながら話した。大谷は後に一人で上京して心細かった。自分が誰かに話を聞いて欲しかったのを浜口は察したのだろうと振り返っている。 浜口からの紹介で酒屋のアルバイトを行い、アルバイトの度に大量のまかないで腹を満たした。同年6月25日の福島市単位区間にて山本広吉選でデビューを果たした。デビュー前、父は入門に大反対していた母と妹の3人で九州巡業の際に応援に来てくれた。入門後に電話をかけてもそっけない返事しかくれなかった、母は 最初会場でそっぽを向いていたが、メインイベントで先輩のガウンを受け取って控え室に戻るとき、母は涙をこらえながら拍手をしていた。それ以来実家にいる母に電話をすると、母の口調は自身を心配するものに変わった。大谷の若手時代の新日では、酒は絶対に断れず、山本小鉄は練習後にビールを飲んで体を大きくしろ。 とビールをプロテイン代わりと考えていた。と言っても、新日の新弟子時代は雑用に追われていたためあまり飲んだ記憶がなく、巡業に行ったらコインランドリーを探し回って洗濯をしていた。時には夜中に民家に行って洗濯機を貸してもらったり、場合によってはホテルのボイラー室を開けてもらって洗濯物を乾燥させた。新弟子当時は洗濯機が全自動ではなく、 洗濯と脱水が分かれた二層式であったため、洗濯中も目が離せなかった。洗濯物が盗まれたら大変なので若手二人が交代で洗濯物を見張るのが常であった。待っている間ボロボロになった4週間遅れの週刊少年ジャンプを読んだのは本人の思い出である。 前述の通りプロレス界への入り口となってくれた浜口は大谷に目をかけておりプロレス界の宝とまで期待していた。浜口からは日記帳を渡されどんなに疲れていても毎日一言で良いので記入するように指導された。その引き帳についてはほとんど先輩の悪口ばっかりと後に本人が2019年のインタビューで苦笑していた。若手時代は 橋本深夜の月人を2年間務めた。2019年に行われた玉袋筋太郎との対談では、月人時代の苦労を玉袋に、懲役20年と例えられ、労をねぎらわれた。アントニオ猪木は新弟子にとって、冒険時代における天皇のような存在なので、若手時代は自分から口を聞くことも許されなかった。デビュー間もない頃から、伸びのある、 ドロップキックとキレのある、ジャーマンスープレックスと18番である、顔面ウォッシュ。そして、何よりも、先輩レスラーに臆することなく向かっていき、実力では全く歯が立たない、大先輩の重心サンダーライガーにも、喧嘩腰で向かっていく姿勢を見せ、徐々に注目を集める。1997年には、第5代のジュニア7冠を獲得し、同時に IWGP ジュニア初体感を果たした。 2000年に海外遠征をし、カナダ・カルガリーで肉体改造後、オールスタープロ認定イ,インターコンチネンタル王座を獲得し、ヘビー級、タイトル初体幹を果たした。2001年の帰国直後は、ヘビー級に本格的に転校、外戦試合となった東京ドーム大会では、カルガリーで習得したコブラホールドで、重心サンダー・ライガーを失神させ勝利を収めた。以降、 武藤刑事と行動を共にするが、同年すぐに新日本を離脱し、橋本信也、高岩隆一と共に、ゼロワンを旗揚げ。2019年の玉袋筋太郎との対談では、海外遠征中で自分が日本にいなかった中、橋本さんが大谷も参戦することが決定事項になっていると自分の知らないところで記者に触れ回ったと。 これが愛着のある新日を9年で離れた理由だと明かした。自分の名前を勝手に使った橋本からは帰国後に詫びを入れてもらったが、その際に一番参加してほしいレスラーこそが大谷だと告げられ、その殺し文句に大谷は感激した。橋本はもし新日でやり残したことがあるならゼロワンの遺跡は撤回しても良いと、あくまで大谷本人の意思を尊重したが、 大谷は新日を解雇されて孤独だった橋本を案じて橋本と行動を共にすることとした。新日を離れる際に会社と話をつけたが、長州からは大谷が新日を離れる際に、プロレス界は狭い世界だから、新日を離れたとしても、交流の扉を閉ざさないようにすべきだと助言された。同年10月に、ノアの GHC タックトーナメントに、 大森隆夫とのタッグで参戦するも2回戦で、三沢光春組に敗北。01では元、FMW の田中正人と共に、エンブレン夢を結成し、2002年には、プロレス大賞の最優秀タッグ賞を受賞した。同年には、田中とのタッグでローへも参戦している。また、年に一度、日祭りリーグ戦を主催している。2005年には、01マックスを発足。 代表となり、一所懸命をシャゼとして掲げる。ゼロ・イチマックス・とずが共に工業を展開する、ハッスルにも参加。ハッスル軍に所属し、当初は、大谷新次郎としての参加であったが、キャプテンこと小川な也から、ハッスルは父と命名される。はじめは、大谷自身も戸惑いを見せたが、その後は、本人も痛くお気に入りで、リング上で自ら、あちちと叫びながら、 技をかける様子も見られる。ハッスル軍から寝返ったモンスター稽古と、川田敏明に、お前、巷では、江頭2時50分って言われてると言われていたことから、2005年12月25日の、ハッスルハウスクリスマススペシャルにおいて、サプライズゲストで登場した江頭と初対面を果たした。その後、2007年のハッスルシリーズで、高田総統によって洗脳され、 高田モンスター軍に転向。以降は、ファイヤーモンスターアチチのリングネームで戦っている。そして、ハッスル24で、ンリン様のインニューをおたじりから奪って、それを飲んだため、高田モンスター軍の大谷慎次郎となっている。2006年1月4日かつてのライバル、金本浩二に、シングルで圧勝。1月22日、後楽園ホールに出、 スティーブ・コリノを破り、アワー世界ヘビー級王座を、ダッシュするも、4月1日、大森隆雄に奪われた。7月20日日祭り開幕戦で、恩敵、村上和成と5年ぶりに対戦した。2007年、アワー世界ヘビー級選手権にて、王者、大森に挑戦するも、アックスボンバーにて失神。そのまま病院へ搬送されの浸盪頭部打撲と診断された。 2008年、01マックスの運営会社である、ファーストオンステージの社長に就任。長野正宏の主催するイベントプレミアムのワンナイトタックトーナメントでは、天山と組優勝。リング上のマイクで新日本所属時代から常に希望していた G1 クライマックスへの出陣を表明。初出場となった G1 クライマックスでは、中西学部、井上渡る、真壁が田脇に勝利。 小島聡氏と引き分け、ジャイアントバーナード、棚橋博に敗れ予選敗退に終わったが、常に会場をヒートアップさせ熱い試合を提供したことが称えられて、週刊プロレス賞とファイティング TV サムライ賞を獲得した。2008年8月29日、長田博と9年ぶりの一気打ちが実現したが、バックドロップホールドでフォール負け。 2009年2月27日には、長田博士の持つ世界ヘビー級王座へ挑戦し、世界ヘビー級王座を獲得したが、その後の安国神社大会で、裁量2に敗戦し、防衛に失敗した。2015年9月、99kg まで減量し、15年ぶりに、ジュニアに復帰。高岩隆一と久美菅原拓也&、ブラザーヤッシを下し NWA。 インターナショナルライトタック王座となり、10月には田中ミノを下し、インターナショナルジュニアヘビー級王座となる。2021年6月17日、01マックスと並行して頑張れプロレスへのレギュラー参戦を発表。2001年の01旗揚げに参加しているが、大谷にすれば橋本に補調を合わせたわけではなく、新日本でできなかったことを新団体で実現するためである。 その一つが、火祭りの開催であった。間に暑いやつ、プロレスに暑いやつを決めようじゃないか。暑いやつここに集まりとの大谷の呼びかけに、団体の内外問わず選手が集まり、毎年一度、真夏に、リーグ戦が開催される。その年の火祭りを制した者には、火祭りなが与えられる。大谷は、過去3度制覇しており、制覇した年はその火祭りなを、 自分の試合のリングインの際に携える。プロレスに対して非常に熱い思いと強い誇りを持っており、プロレスを馬鹿にする、否定する人間を徹底的に嫌う。ニックネームも以前の感情、ハイボルテージ、第1回火祭りを制してからの炎の葉、ハッスルにおけるハッスルは父と彼の熱さを表現したものばかりである。そのため、 学生プロレスやインディー団体を下に見ていた時期があった。1994年に道のくプロレスが新日本プロレスのリングに上がった時は学生プロレス出身のテリーボーイが所属していたこともあり、プロレスを舐めるな、と敵意向き出しだった。しかし激戦を繰り広げるうちに次第に評価するようになり、高道のくとのタッグで抜群のコンビネーションを見せたことや、 その道の区プロレスに単身参戦し小さい規模ながら地道に地方工業を続ける姿勢に感銘を受け、インディー団体をバカにしていたことを報道陣の前で土下座して詫びている。また、暑さを前面に出す反面、大谷が教育係を務めたマカベガによると、後輩に対して無理を言わない。理にかなったことを言う。といった理知的な一面を合わせ持つ。 そんな大谷を新壁は尊敬してやまないという。2003年6月14日、大谷の実母が不慮の交通事故で死去したその日も当日の工業を終えてから病院に向かっている。晩年の母は母自身を連帯保証人に頼んだ人から失踪されたことから金に困り、大家に無心するようになったが、 だんだん当たり前のように金を求めるので、大谷の金銭事情も余裕がなくなり、ついに大谷は、もういい加減にしてくれ。この役病神。と突き放した。これが、大谷の母への最後の言葉であり、大谷は母にひどいことを言った罪を一生を背負うのだと、後悔していた。オーストラリアへの格闘技修行の費用を家族に、捻出してもらったことは本人にとっては恥であった。 状況の際もそもそもお年玉の後、6万円だけで家を出るつもりであったが、父から子供を心配する、親の気持ちをわかるように悟され、仕送りを受け取ることにした。自分のコールの際に、片膝をつき、両手で持った火祭り刀を左側にスライドさせ、自分の顔の前で地面に水平になるように持っていく、という決めポーズがある。 だが、火祭りが刀はその年の火祭り覇者の手に渡るため、火祭りを制覇できなかった年は、刀の代わりに会場にいる大谷の新兵隊の上りを、リングインの時に拝借し、その上りで決めポーズを行う。口癖は、プロレスの教科書ページにと書いてある。内容はプロレスに関するものは、もちろん、新潟の子供への応援メッセージ、辛さを乗り越えプロレス界のトップとなることを誓うなど、 様々。今や大谷の試合に欠かせない、試合中の喋りだが、若手時代は、これのせいで人気が出ず、ファンがつかなかったらしい。2002年7月、第2回火祭り A ブロック公式戦の対、金村金太郎戦において、金村が開始ゴング前から場外で、先制攻撃を行い、両者がリングインした時に、ゴングが鳴り、その瞬間に、大谷が、 ドラゴンスープレックスを放ちそのままフォール勝ちとなった。試合時間はなんと3秒でプロレス史上に残る最短試合記録を更新した。このことは翌日発行の東京スポーツ紙の一面を飾った。2007年からは子供のいじめ問題についてプロレスを武器になくしていこうと取り組んでいる。また試合後にはお客さんに握手、写真撮影。 サインをするなどファンサービスにも取り組んでいる。2009年に雨上がり決死隊のトーク番組アメトークの企画、俺たちのゴールデンプロレス内で01のチャリティープロレス工業が紹介された。栃木県の田舎でプロレスを見たことのない小学生とその両親らを小学校校庭の特設リングで行う試合に無料で招待しようという企画で試合の前日に大谷が 当地の小学生の家に泊めてもらう様子も密着取材された。雨上がり決死隊やスタジオゲストも感銘を受け、同番組からブレイクしたプロレスラーとして、コ中ナ郎シロと共に、大谷も名前が挙げられる。近年頭髪の交代が進んでおり、負担を和らげるためか、染めていた髪を黒に戻している。以前から、好きな芸能人はの質問には、田所はあと答えている。 これは大谷が好きな女優の七瀬夏美が昼ドラのポッカポカで演じた主演の名前である。2011年3月6日発の時点、何度でも立ち上がれ引く、僕の人生、起き上がりこぼしを出版。少年時代のプロレスとの出会い、アントニオ猪木との出会いから、家族とのエピソード、最近の社会的活動に至るまで、大谷の人生と思いを書き綴っている。 独身時代には毎年目標を結婚するとしていたが2013年7月10日6歳年下の一般女性と結婚した車に乗る際はラジオを聞いており特にナックファイブを聴いているフレッシュアップ級でプロレスの話題が出た際にリスナーとしてメールを送りその後ゲストとして出演する大谷の結婚式で フレッシュアップ級パーソナリティの新里子が司会を務める、などの交流がある。以下は、第2大ジュニア7冠王座として体感。ありがとうございます。